仏の絵に目を描き入れる。緊張の一瞬です。藤野翔寛さん、仏の絵だけを描いて生計を立てている絵師です。彫刻の仏像に対して仏を絵画で表現したものを仏画と言います。藤野さんは今から15年前初めて仏画と出会いました。そして現在仏画を描くことに喜びと使命感を感じていると言います。今日は藤野さんの仏画との出会いと描き手として感じた仏画の魅力について見ていきます。これは藤野さんの主催する仏画工房です。藤野さんとスタッフが全国のさまざまな宗派の寺院からの注文に応じて日夜仏画を制作しています。そっちの今日書いてあります。前ろ書いてる今まで。13年前に工房を旗揚げして以来、描いてきた仏画は壁画、尊像画、装飾画など合わせておよそ3000点に上ります。これは真言宗の寺院で本尊として用いられる曼荼羅の一つです。もう一つの曼荼羅と合わせ、おびただしい仏の世界を2年がかりで描き上げました。山を越え人々を西の浄土へ迎えに来た阿弥陀の絵です。京都の寺院にある色の落ちた原画に感銘を受けた藤野さんが一部に自分なりの想像を加えて描いたものです。そしてこれは浄土宗の聖典の内容を描いた仏画です。人々に仏法を伝えるために印刷された明治時代の版画を一部修復し色をつけて完成させました。仏画は古来仏像と同様に礼拝の対象として尊重されてきました。これは薬師寺に伝わる奈良時代の仏画吉祥天画像です。仏画は平安時代に入ると最盛期を迎えます。これは平安時代の傑作で守護の本尊として用いられていたものです。現代の日本で仏画だけを専門に描いている絵師は藤野さんを含め少ししかいません。藤野さんが絵の魅力に取りつかれたのは少年時代のことです。当時心を惹かれたのはイタリアルネサンス期の宗教画でした。小学校の2年生ぐらいの時にですね、フランダースの犬っていうのを読んだことなんですけども、皆さんご存知だと思うんですけども、主人公悲惨な人生を送ってるですね、少年と犬の物語なんですけども、ルーベンスの絵を見て安らかにね、天国へ行くという
物語なんですけども、それを読んだ時にね、絵のその持つ使命というか凄さというか、自分の結局絵を描いていく上のなんていうかな、価値基準といいますか、それを決定づけたように思いますね。それで高校時代に油絵を始めるんですけども、そこでラファエラの絵を見た時に、やっぱり惹かれていったんでしょうね。でそれが宗教画に出会った原点と言えると思いますね。ラファエロの絵に触発され、画家を志した藤野さんでしたが、家庭の事情で美大進学を断念、京都の染色図案家に弟子入りしました。厳しい徒弟制度のもと、9年間にわたって帯や着物の図柄をデザインし、日本の伝統美を追求する日々が続きました。デザイナーとして独立した藤野さんは、15年前父親から西国巡礼の朱印軸に観音図を描いてほしいと依頼されました。まあ、一生懸命描いてるとですね、なんて言いますか、自分がね、学生時代に描きたかったラファエロのルネサンス期の宗教画と、その今自分が描いてる悲母観音とダブってしまったんですね。で、あれ、自分の描きたかったのはこれやないかということで、仏画を描くことに魅せられた藤野さんは、その2年後思い切って自宅近くの吉峰寺を訪ねました。お経も読めない自分が仏の絵を描いてよいものか不安に思ったからです。2年間自分なりに修練を積んで描いた観音図を住職に見せ、プロとして仏画を描いてもよいか相談しました。藤野さんは住職に、僧侶も絵師も修練を積んで初めて一人前になるという意味で立場は同じだと励まされました。以来今日まで指導を受けています。やはり観音様のご縁でございますから、こうしてあなたが一生懸命、信仰と仏画ということに対して信念を入れて垂れたら、これもご縁でございます。観音様の導きでございますから、大いに頑張っていただいたら大変あなた様にもプラスになるかと存じますので、ちょっと気張ってやっていただきとうございます。ありがとうございます。藤野さんは4年前この吉峰寺の中で思い出深い仏画を制作しました。境内の一堂の大広間を借りて描いた大涅槃図です。画家横山大観が残した巨大な和紙に下絵を描き、3ヶ月かけて色をつけました。涅槃図はそれまでに何度も描いていて自信がありました。しかしゴワゴワした紙質を持つ巨大な和紙に絵の具をのせ、緻密な絵を描く作業は格闘と呼ぶにふさわしいものでした。何せ18畳もある分厚くて大きな一枚の和紙ですから、70年以上も前に横山大観という偉大な絵描きさんが、あの方の意思で生まれた紙にですね、その最後の一枚に私が描かせていただいたんですけども、初めてその紙とね対面した時はね、
冷や汗が出まして、仏画を描いていた大広間の隣には釈迦堂がありました。藤野さんは大涅槃図を描いている間、釈迦に加護されているような気がしたといいます。自分がその紙に載せてる絵の具を載せてるというところで、お釈迦さんの力を借りて借りて、なんとかそのできつつある自分に、今まで この仕事にですね、その巡り合って本当に良かったなというような、そういう心境で書いていたように、楽しかったですね。幸せいっぱいでしたね。藤野さんに絵を依頼するのはお寺ばかりではありません。この資料館には町が藤野さんに制作を依頼してできた絵巻が所蔵されています。水争いが原因で起きた隣村との戦を、敵の矢を拾う小法師に姿を変えた地蔵が勝利に導いたという地元の伝承を描いたものです。町民に郷土に誇りを持ってもらうため、古い原画をもとに制作しました。なかなかこうした古い絵巻は一般に拝観することはできないわけですけれど、今回この絵巻は複製になりまして、皆さんに見ていただけるということで大変喜んでおる次第でございます。藤野さんは仏画には美しさを追求したり自分を表現したりする現代絵画と違って、仏法を広めるという役割があると考えています。その役割を果たせる仏画を描くことが使命だといいます。私の目指す仏画っていうのは、せっかく何百年もの間祈りの対象、祈りの塊として仏画が存在しているわけですから、それを我々の平成の時代にその塊の部分も一緒にですね、絵の中に表現して、その時間の経過、祈りの量もこの中に、仏画の中に、入れ込むことができたら、いうことないんですけどね。それを目指したいと思ってるんですけども。藤野さんにとって仏画を描くことは、現代に仏法を広める仕事であるとともに、絵師である自分の存在の証でもあるのです。藤野さん直筆の仏画、白絵観音図を抽選で5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、職業、番組の感想をお書きの上、東京都中野区東中野 4-4-1 全生協宗教の時間プレゼント係までお申し込みください。